松井ヒューマは、元プロ野球選手。登録名は、ヒューマ。父は、元ロッテオリオンズ外野手の松井和也。野球は小学校から始める。高校は親元を離れて、島根県の豪野川高校へ進学。3年時の夏は、島根大会2回戦で敗退。甲子園出場経験はなし。2学年先輩に、小林博士がいる。 高校卒業後は、社会人野球の三菱重工広島に入社。一年目は、高卒ルーキーながら、遊撃手のレギュラーに定着。第80回都市対抗野球大会、第36回社会人、野球日本選手権大会にもスタメンで出場した。二年目には、7月に行われた、プロアマ交流戦では、広島東洋カープの今村武から本塁打を放つ。 さらに、第81回都市対抗野球大会初戦の東方ガス戦で1点を勝ち越した直後の6回1し12塁で右声3ランを放ち全国大会で結果を残した。3年目に出場した第82回都市対抗野球大会は、準々決勝で JR 東日本に0の4で敗退した。2011年10月27日。 プロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから7位指名を受けた。2012年1月6日に登録名をヒューマにすることが球団から発表された。同年の公式戦終了後にフェニックスリーグに参加していたが球団内で取り組んでいる禁煙が守れなかったとして参加を取り留めさせられた。オフには後里一喜慶次郎の登録名が 本名に戻されたが、ヒューマは末置かれた。2013年、2軍で79試合に出場、打率。255、6本塁打、22打点の成績を残した。この年までの2年間での1軍出場はなかった。2014年、2軍で、規定打席に到達、4本塁打32打点、打率。299を記録した。 4月と10月には一軍昇格も果たし4試合に出場したが、8打数無安打に終わっている。2015年、初の開幕一軍入りを果たすと、3月29日の読売ジャイアンツ戦、シーズン初打席でプロ初安打を放った。しかし、4月19日の東京ヤクルトスワローズ戦で、サヨナラ的自失策をした。9月28日対広島東洋カープ戦では、 一岡隆二から逆方向右越えのプロ初本イ打を放った。主に遊撃手として倉本敏彦、白崎博之と併用され59試合に出場した。オフに乙坂里氏と共にドミニカ共和国で開催されるウィンターリーグに参加した。2016年は春季キャンプで MVP に選ばれ開幕一軍で迎えたが出場機会が少ないまま降格。 白崎博之との入れ替わりで4月19日に昇格し6.7番の三塁手として、レギュラー起用されるが、打率1割台と結果を残せず5月4日、再降格。8月11日再昇格し、ベンチ入りするが、今度は、戸柱春高、高木俊人の保守二人体制の緊急時に、第三保守としての役割も想定した控えの、役割であった。最終的に、 シーズン5安打、1本塁打に終わった。2017年は、開幕を2軍で迎えた。7月10日に、シーズン初昇格し7月12日の広島戦で2番2塁手で、シーズン初スタメンを果たしたが、7月23日に2軍降格となった。2018年は、1軍での出場は、わずか4試合。2019年は、1軍での出場は5試合に終わった。 2020年は2軍で打率356オプス946と自己最高の成績を残したしかし6年ぶりに1軍密出場に終わり11月3日に戦力外通告が公示され12月26日に現役引退を発表した2021年1月より DNA の球団職員となり 横浜 DNA ベイスターズベースボールスクールのコーチとして子供たちへの野球指導を行っている。ヒューマの打撃フォーム打球に対する反応が良く、ハンドリングも滑らかな守備には定評があり、打撃面でも長打力を備えている。名前のヒューマは母が野球満位が巨人の星のファンであることから命名した。なお、本人は 巨人の星を読んだことがないという、右投げ右打ちだが、左利きである、ヒューマに関するカテゴリー、ありがとうございます。